Vobis。 はい、じゃあ皆さんよろしくお願いします。テーマが結構硬いので、これぐらいの入りかなと思って予想通り の入りでありがとうございます。ありがとうございます。で、ぶっちゃけテーマにすると何でも話しちゃうことができるので、冒頭ここでちょっと相談をしたんですけれども、最初皆さん何人かちょっと僕の方で勝手に当てさせていただいて、マイクいいですかね、当てさせていただいて、ちょっとこんな話聞きたいなとか、多分こんなことをした今困ってるんだよねみたいなところをちょっと何人かご質問させていただいた上でからこちらの話を進めていただいた方がいいかなと思っております。じゃあせっかくなんで一番やっぱり第一人者の岡島さんちょっと全体的な今のベンチャーの流れだったりとか、大手の流れだったりとかも含めて、この辺は話しておいた方がいいんじゃないの的なところのちょっと第一党すいません、ありがとうございます。こういうの無茶ぶりなんですよね、いつもね、はい、プロの場岡島です。マルイグループの社外取りもやっているので、働き方改革は当社ですごい進めているという感じではありますが、ベンチャーたくさん見ている中でちょっとやっぱり思っていることが2つあって、1つは残業時間の削減みたいな分母の話はやっぱすごく多くって、分子側の、やっぱ生産性を上げるというか付加価値創出って話になかなかならないなっていう、そこにまだ手がつかないなって思っていることが一つと、あとベンチャーでいうと事業ステージによってやっぱりその残業削減みたいなことも含めてちょっとガーッと頑張らなきゃいけない時もあるので、やっぱりこれちょっとステージに分けて議論しないと難しいかなと、分母の議論についても思ってるという感じです。ありがとうございます。素晴らしいテーマありがとうございます。じゃあ逆にスタートアップ代表でちょっと平野さん前の方なんですけど、もう AI も含めてです、第一人者平野さんの方にどんな話をちょっと聞きたいかっていうのを。どうも、シナモンの平野と申します。人工知能会社を経営しておりまして、特にホワイトカラーの生産性向上だとか、ホワイトカラーをクリエイティブにっていう、そういったミッションを掲げております。で、働き方改革っていうと、結構リモートワークだとか残業時間なしだとか、そういうような文脈で語られることが多いと思うんですけれども、せっかくなので技術テクノロジーだとか AI だとか、そういった側面の導入がどのようになっているのかというのを伺えればなと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあもう一人ぐらい、皆さんちょっと顔下に向けてるところあれなん恐縮なんですけど、じゃあ行きますか。じゃあちょっとあんまり興味なさそうな田中さんあたりにもうバリバリ働くの大好きっぽい田中さんにちょっとベンチャー代表でボールを投げていただいて。ですね、どうやって給料下げてますかっていうのを。いいですね。懲罰はそれはあるんですよ。その懲罰以外で、例えば昔取ってすごい高いお金で雇ったんだけど、いやちょっと最近はパフォーマンス悪いよねみたいな、時にどうしてんのかなっていうのはちょっと聞きたいなと思ってました。僕の悩みに今ピンポイントですね。若干ちょっと想定と違うものだったんで、少し拾いにくいですけれども、はい。後で質問の時にまた違うものは拾っていただきたいと思います。で、本当はちょっとオフレコにしたかったんですけど、僕が言うの忘れてたので、基本的になんか、後で質疑のところで、ぶっちゃけこの辺ってどうなんですかとか、いろいろご質問ある方もいらっしゃると思いますし、その辺はどんどん答えていきますので、あとはこっちで全部勝手にカットしますんで、これは絶対出されちゃ困るなというところは先に言っていただければ、全部カットして、やりますんで、よろしくお願いします。ということで、では、今ちょっといただいたボール最初ありますので、その辺も交えながら、自社の働き方改革、テーマ働き方改革で攻めるということなので、今日終わった後に働き方改革は会社の成長って必要なんだという形で持ち帰っていただきたいなということを思っておりますので、葵さんの方から、自社でやっている取り組みだったりとか、今いただいた部分もそうですし、あとは、こういった文脈で捉えた方がいいよとか、逆にこういったところを実際は自社としても課題だよとか、自由で構わないので、最初はざっくり、はい、大先輩から行こうと思いますので、はい、よろしくお願いします。マリグループの葵でございます。よろしくお願いいたします。なんで僕がここにいるのか、実はあんまりよく分かってないんですけど、なんでしょうか。当社でやってることっていうとですね、最近ちょっと気になったのが、育児休、男性社員の育児休暇っていうのがあんまり進んでないんだっていうのが、僕は男女共同参画会議っていうのの、議員やらせていただいてるんですが、この前その話になりまして、聞いてみたらですね、取得率が今 7% ぐらいなんですね。すいません、ちょっとなんか自慢になっちゃうんですけど、当社 100% なんですね。2年前からかな。
でそれってそんなに難しいあのことをやってるわけではなくて、社員で、まあ、そのなんていうのかな、働き方改革とかにこう取り組みたい、あの多様性、女性活躍とか取り組みたい人がこう手を挙げて集まったプロジェクトで、活動してまして、じゃあどうやったら育休取得進められるだろうかというので話し合った結果、あ、じゃあこうやってみたらどうっていうんで、始めたんですね。それ何かっていうと、例えば部下が店長に、そのあ今度子供生まれたんですと男の人が言った時に、従来はあおめでとうとでそれで終わってたんですけど、おめでとうの後に必ずあおめでとうでいつから育休取るのっていうふうに必ず聞くようにしたんですね、うんうん、そしたらその年から 100% あの取ってもらえるようになって、うんうん、なのでなんとなくこう上からやらせるっていうんじゃなくて、こう当事者同士が考えてこうしたらどうっていうふうにやっていった方がいいんじゃないかなと、うんうん、まあそんなことを考えてます。あれさ、一個先に僕のでご質問なんですけど、比較的この今日来てる会社の中ではあの歴史が古いと思うんですけど、まあ歴史が古い会社ほど多分あのまあ時間やっぱたくさん働かないとみたいな、その結構古いあの方々たくさんいらっしゃると思うんですけど、そういったところとの戦い方だったりとか、逆に考え方を変えなきゃいけないみたいなところって結構苦労されたと思うんですけど、それになんかそのポイントだったりコツだったりとか苦労したことだったりとか何かありますか？そうですね、ここにいらっしゃる方ベンチャーの方が多くいらっしゃるんですけど、やっぱり大企業当社、まあ、例えば歴史っていうと88年目なんですね今年がなんですけど、やっぱりその無駄な残業ってものすごく多かったんですね。私が若かった頃なんかも、まあ、例えば何だろうな、上司がいつまでも会社にいるんで部下が帰りにくくて残ってるとか、上司が延々と会議やってて決裁もらわなきゃいけないんで会議が終わるまで待ってるとかですね、そういうなんかあんまりこう意味のない残業っていうのはすごくたくさんあって、で僕はやっぱり若い頃そういうのを見ていてすごく理不尽だなと、あんまり意味ないなと思っていたので、まあ、自分が上になったらそれ変えたいなと、まあ、思っていまして、うんうんうん、まあ、そういうような形で、変えさせてもらってきてるんですけども、うん、やっぱりお話聞いてるとやっぱそうこう降り積もってきた残業みたいなものがですね、はいはい、昭和の時代からこう降り積もってきた残業みたいなこう、なんか粘土層のようになかなかこう取り除きにくくなって残ってるところっていうのはまだ結構多いのかなと、うんうんうん、ただまあベンチャーの方のこれからこう育ち盛りの企業の方、岡島さんおっしゃるように、うん、の長時間労働っていうのとあのまたちょっと種類が違うと思うので、うん、まあ、その辺こうちょっと分けて今日ちょっとお話しできればいいかなというふうに思っています、うんうん、ありがとうございます。ちょっと小室さんは最後にして、はい、あのさまとめの最後にして先にじゃ田中さんから、はい、あの同じようなテーマで、はい、あの田中と申します。あの当社というかあの私自身は働き方改革という言葉があまり好きではなくてですね、どちらかというとリスクみたいに捉えられがちなんですけれども、どちらかというと働き方改革で生産性が改善するとか、あとなんかすごく楽しく働けるとか、あとプライベートが充実したりだとか、まあ、他の会社の仕事他の人と会う経験なんかができて結果として個人も会社も生産性が上がるというのが本質的に良いと思うんですね。でギャップアプローチとポジティブアプローチで2つのアプローチで言うと、ギャップアプローチって問題解決型なんですけれども、今の働き方に問題があるっていうとせっかく残業して頑張ってきたのにそれを否定することになっちゃうと思うんですが、そうではなくて新しい働き方、まあ、ただ私自身23年前に創業して残業大好きっ子で、あの3日4日の徹夜当たり前みたいなことでですね、一番悪いあの創業社長のあり方だったんですけれども、やっぱり10年ぐらいあの社員とあの結婚式出たりだとか社員が結婚適齢期になったり子供産んだりなんかする中で、やっぱりこの働き方おかしいなって思ったんですね。でまあ単純な話、2年前に1ヶ月自分で休んでみて、まああの帰ってきたら何でしょう、社長がいなくても会社回るみたいなことにショックを受けたっていうのがある意味原体験なんですけれども、自分がいなくても大丈夫っていう気持ちは多分社員も持ってるんだろうっていうのがあって、なのであの桜インターネットの働き方改革でベースになってるのは強制しないってことです。早く帰れとも言わないし、あの有給取れとも言わないし、あと何でしょう、あの育休を取れみたいなことも全く言わないんですけれども、全く言ってない会社の中ではすごくいいのかなと思うのは、残業も平均で6時間ぐらいに減りましたし、 60% の男性が育休
休を取って、100% の女性が育休取って、で、有給の取得率も8割ぐらいになってるんですね。うんうん、なので、一つのキーワードとしては、社長がしっかりやるってことで、トップからそれをやり始めると、みんな真似をしますし、何せ、マネージャーとか管理者層、役員がですね、社長がやってたら言い訳できなくなってきますんで、なので、制度も重要なんですけれども、風土をいかにトップから率先してやるかというのが、我々の、働き方改革かなと思います。これなんかよくベンチャー、スタートアップ会話でよく聞くのが、そういった例えば記事が表に出たりとかすると、なんかこう、骨抜きの人が入ってきちゃうんじゃないかとか、なんかちゃんとその本質をちゃんと理解した人間が入社しなくなるんじゃないかとか、いうことを結構言われる企業さんのベンチャーの社長って僕多いなと思ってるんですけど、なんか本質的に田中さんの方が例えば社員だったりとか来る人、結構そういう記事も最近桜インターネットさん出てると思うんですけど、はい、来る人にちゃんと伝えてることとかみたいなのって何かあったりします？そうですね、悩みの一つなんですけれども最近倍率がすごい上がってきたんですね。要は応募が増えるわけです。で、ただですね、重要なのはそもそも来てくれないよりは応募があった方がいいっていうのを忘れちゃいけなくて、いや、うちはもう残業時間長いと、そういう人だけ来てくれって言っても、もう全く来ない時代になるんですよね。なので、最初から自分たちの働き方こうだっていうんで、ブラック企業感を出すと、そもそも入ってこなくなるんで、実質的に、本質的にちゃんとホワイト企業にした上で、入ってきた人の中で、ちゃんとフィルタリングをすると。なので、我々の場合はやりたいことをできるに変える。っていう重要なテーマがあるんで、やりたいことが明確にあって、それを絶対に乗り越えようという精神性を持ってる人以外は雇わないですから、そういった意味で言うと、短く働きたいけどもだらけたいっていうのをイコールではないと思いますから、短く働きたいでも本当に自分がやりたかったことを成し遂げたいっていうふうな人をやってるんで、うんうん、来ない理由と来る理由は切り分けて面接はしてます。ありがとうございます。じゃあ山田さん、特にアイセル非常にこうベンチャーの中でも代表的な歴史も長い会社だと思いますけど、その辺で最初から変えていかなきゃいけないところだったりとか、なんかその変えちゃいけないものもあったりいろいろあると思うんですけど、その辺も含めて、はい、はい、今日オフレコだと思ってきたんで、オフレコで山田さんのことも来てもらって大丈夫なので、はい、後で言います。正直言ってやっぱいろんな意味で過渡期にあるなという悩みは持っています。ちょうど創業して今年で20期になったんですけれども、なので自分たちがこうゼロからスタートした時っていうのはもう真っ黒だったわけですよね。もう田中さんほどじゃないですけど、寝袋とかやっぱ会社に置いてましたし、それが普通だと思っていた中で、だんだんその会社として組織が成長していって、上場というタイミングも経た中で新しいメンバーも増えて、で特に今ちょうど1500人に達するかというところが見えてきている規模なんですけれども、7割女性ですし、うちの40% ぐらいもこの1年で入った方なんですよね。そういう意味ではもう本当にその昔を語っても意味がなくて、なのでどうもう一回その会社の中で今の組織に合ったカルチャーを作っていくのかっていうのにすごく直面しているタイミングだと思っています。で去年外資系でずっとやってらっしゃって方、仲間に入ってもらって、HR のヘッドにちょっと外資から来た人が今座ってくれてるんですけれども、その人が入ってきてから結構もう守っててもしょうがないので、うん、一回やってみようっていう振り切りを結構始めていまして、昨年の暮れに丸井さんと同じ社員を巻き込んだ形 のプロジェクトで働き方改革のタスクフォースを立ち上げて、そこから生まれたアイセレクトっていう社内で呼んでいる制度があるんですけれども、その中にいろいろ例えばハンズアップでいろいろ新しいチャレンジができるよとか、ジョブチャレンジをちょっとこうステージの若いメンバーがちょっと上のステージにチャレンジできるよとか、うん、そういうものを明文化したりですとか、あと男性育休も一応形上もう 取ってねっていうのを会社として掲げたので、それ以降 100% 取ってもらえてるんですけども、まあ、そういったちょっと思い切ってやっている部分と、とはいえやっぱり時間管理をどうするかっていうことと、例えば新入社員の若い子がお家に PC がないみたいな時に、会社に来ていろいろこう自分のリサーチとか勉強したいんだけれども、でもそうするとやっぱ勤怠管理をしなきゃいけないので出社になっちゃうみたいなことの狭間をどうするかとか、まだ会はないのですが、そういったチャレンジをしております。今その辺はどうしてるんですか？
カットちゃんとしますけど、そのね、今まさにそういうところをどう判断してるのか、まあ、ただそういう意味では、まあ、デバイスの問題はありますけど、本当はどこからでも仕事ができる、うん、あの世の中になってますし、それこそグローバルでチームが増えていくと、ね、拠点っていう概念がなくなっていくので、はい、今あの全社員に在宅ワークは解禁にしていまして、あの場合によって使えるということは推奨していたりして、うん、まあ、うん、難しいんですけど、ね、なかなか、はい、まあ、個人的に一番難しいなって感じているのは、私自身がまだ小さい子供がいるので、うんうん、自分のワークタイムってどうしても寝かしつけてから取りたいので、夜の10時以降とか朝の5時までとかなんですよ。だって完全に深夜勤ってやって、うんうん、あの時間帯で、ね、あの、はいはいはい、普通の従業員の方にこの時間働いてねとは言えないんですけども、うんうん、結構同じような環境のママさんで、うん、自分に働い もっとそのコミットしたいっていう方が、どうしてもその子供が来てる時間は働けないから、その時間にやりたいって言ってくれたとしても、会社としてイエスって言えないみたいなところは、うんうんうん、なんでまだすいません、ね、やってるというよりは悩みです。ありがとうございます、はいはい、ちょっとじゃあ小室さんの方で、まあ、せっかくなんで、あの一番の働き方改革 あのプロでもありますんで、まあ、働き方改革とは何ぞやというところも含めて、あの少し、まあ、3人の方とは若干違った部分も含めて、はい、あのお話しいただけたらと思いますので、はい、ありがとうございます。まあ、何から話そうかな。あ、スライドは2枚目のやつを出しておいてください。人口ボーナス期オーナス期というのを出しておいてください。今日はあのまず丸井さん と桜インターネットさんはすごいなと思うんですけど、まず平均残業時間、丸井さんは4時間です。で、月間ですよ、というのは1日11分、それから桜インターネットさんは6時間、これは1日18分っていうですね、これでこの業績と成長を続けているっていうのが、まあ、さっき、岡島さんから分母分子がありましたけれども、確実にその労働時間を下げるだけじゃなくて、分子を上げるっていうところに、あの働き方改革をつなげている、これをこう目指したいなと思うわけですけれど、あの私からちょっと解説しておきたいのは、日本がどうして今働き方改革をこうやらないと勝てないっていう状況に陥っているのかっていうのが、一番わかりやすいのがこの人口ボーナスオーナスの概念なのかなと思うんですけれども、日本の60年代半ばから90年代半ばまでは、あの若者がたっぷりいて高齢者がちょっとしかいないっていう、いわゆる人口ボーナス、ちょうど今中国、韓国、シンガポール、タイがそうですけれども、あの右上にちょっと人口ボーナス期の勝ち方の特徴を書いておいたんですけれども、男性ばかりで長時間労働をして同一性の高い組織を作ると、この国民に早く安く大量に商品サービスを、同業他社が納品するより、うちは残業してでも今日納品というやり方で買っていく。で、時間の単価は安いから、残業してもそれが利益を上回ってしまうということは起きない、コストが上回ることは起きない。この時期は基本的には時間がそのまま成果に直結する時代なのと同じものを大量に生み出すので、組織の中はできるだけ同質性が高い方がいいんですよね。で、この時に割と日本は働き方の足切りをして、24時間型男性をこうふるいにかけて残すことによって、同じ方向にガッと全員頑張れる、まあ、家には専業主婦がいますから、いろんなことをそっちにアウトソーシングして自分は仕事一本で走れるっていうモデルで、これで急成長したということです。で、今中国もこの人口ボーナス期がちょうどこの数年で終わってきていて、もう日本と全く同じ道を今後たどるわけですけれども、どうしても日本は近くに中国や韓国があったので、自分たちの過去の成功に引っ張られやすいというか、とても羨ましい存在が身近にいたというところはあるかなと思います。で、今や人口オーナス期なんですけれども、オーナス期になるとかなり少ない人口で高齢者ばっかり、若者はほんのちょっとしかいないという状態で、ほとんどの人は育児か介護しながら働くということになるので、右下にちょっと特徴を書きましたが、男女を両方いかに効率よく活用するか、それから短時間で、いかに成果を高く上げるか、あとは組織の中をいかに多様性に満ちた状態にして、違う考え方でガンガン議論させて、過去では全く思いつかなかったような異次元のイノベーションの発想で商品サービスを作ると。で、そうしないと人件費がもう高すぎる国になったので、去年よりちょっと機能追加して、少し高い金額のものなんか出してももう利益は出ないというので、異次元のものをイノベーションを起こしていかなきゃいけないというので、このボーナス期とオーナス期はもう働き方が真逆になるんですよね。なので、こう整理しておきたいのは、なぜ働き方改革をやるのかというときに、まあ、働き方の門前払いをなくして、いかに多様な人を労働力に組み込んで、多様な人がガンガンフラットに議論することによってイノベーションを起こして勝っていくと。このために、まさに分子を増やすためにやってんだからねというようなところは、あのポイントとして押さえておかなきゃいけないかなということと、もう一つ、ここがよく誤解されがちなのが、働き方を柔軟にしたかったり休みたいというその理由は、
休みたいなみたいな呑気なものではないということなんですね。ものすごいシビアな育児と介護との両立の中で、その時間でしか働けないという人をドロップアウトさせずに、いかに分母側に入れるか。分母が少なくなれば少ない人数でたくさんを支えなきゃいけなくなるわけなので、分母は多ければ多い方がいい。分母というのは労働力の分母ですね。労働力の分母はなるべく多い方がいいわけですが、働き方で門前払いをするとものすごい少ない人数で大量の高齢者を支えることになっちゃうので、いかにその働き方の門前払いをなくすかっていう、かなりシビアな理由で時間外ができないんだよっていうようなところが、大きな、この勘違いしちゃいけないポイントというか、働き方改革を語るとき、多くの人は自分には時間制約がないので、相手はなんか休みたいのかなみたいに思ってしまうんですが、そういうことではないんだというところが大きいかなと思います。もちろん休みたいという理由でどんどん休んでもいいのですが、というところですね。それと、その次のページはちょっとあえての固めのスライドを用意したんですけれども、これはちょっとG1 ベンチャーの風土にはそぐわない労基法が改正になったよっていうのを、多くの企業の男性管理職がみんな腕組みして聞いてる研修にプレゼンする時の資料なんですけど、もうあなたたちは今のままではいられませんみたいなことを脅す時のスライドなんですけれども、今後も全くもう、労働時間には蓋が入りましたから、その時間の中で成果を上げなければ、かつてみたいにちょっとうちの部署にはサボロー協定違反してるやつが何人かいるんだよみたいな笑い話ではなくて、それはもう即お縄になるということです。ただこれが良かったのはですね、これができたことによって、私から見てですね、初めて多くの企業で、いや AI 検討しようって本気で言ってる経営者がいたと思うんです。AI なんて日本は昔も他国よりちょっと進んでたよと思うんですよね。進んでたのに使う側が人力にずっと頼ったので、日本の国民はとても優秀なので人力でかなりいけちゃうんですよね。そうすると、そこに頼り切ったことによって、いつまでも AI 投資は進まなかったように見えます。ところがこの蓋が入ったことによって、いやもう無理だとなって、かなりの企業が本気でAI の投資だとか RPA だとか考え始めたなと。今年の HR のエキスポはですね、もう本当に AI、RPA だらけなんですが、そんなのもう何年も前に本当やっててよかったんじゃないと思うんですが、蓋ができて初めて時間あたり生産性を本当にシビアに経営者が考えるようになったなっていうところの変化が、私からは見えているというところです。で、スライドのですね、13とか出せますか、13とか14のあたり、今私と山田さんが取締役を務めている会社なんですけれども、 AI に投資をして、一番難しい保険の受け答えの部分を全部 AI 化したことによって、何千時間分も一気に削減してですね、生産性を上げた事例であったりだとか、その次のところが UQ コミュニケーションズさん。UQ って格安スマホで有名ですけれども、もともと基地局を建てるような会社さんだったので、ものすごい働き方は古くて、でそこから格安スマホに打って出ようとしたときに、従業員は全員もうこれで残業倍増だっていうふうに一回悲嘆にくれたそうなんですけれども、その年に働き方改革を同時にやったんですね。でそしたら、既存の労働時間の方、既存のビジネス基地局を建てる方に割いてた労働時間を劇的に減らすことができたので、その浮いた時間を新規事業の格安スマホの方に全部投入することが、全部じゃないですね、半分ぐらい投入することができたことによって、労働時間減らしながら新規の格安スマホでも成功するっていう、かなり上手にビジネスの転換をされた事例かなと思います。で、2つ前のスライドがジャパネットさんなんですけれども、ジャパネットさん印象的なのは、今の、若いですね、2代目になってから、なんと、労働時間めちゃくちゃ減らして売上 125% になっているんですね。これあまり知られてないんですけれども、ここの過程でやったことが、商品数をですね、8000ぐらいから600ぐらいまで絞ったというんですね。で実はこの絞ることによって、非常に効果が出たわけなんですけれども、かつての働き方の中では制約がなかったので、取扱いたい商品どんどんこうやっていくというような意思決定がなされていて、逆説的に商品を絞って、新しい経営者が斬新な発想でやった事例っていうので、こうしたその制約を持つことによって、制約をビジネス上作ることによって、むしろそれでイノベーションを生んでいくっていうですね、こういう考え方に働き方改革をしていくのがいいのかなというので、ちょっと駆け足でしたが紹介しました。ありがとうございます。小室さんの話はなぜかいつも僕がなんか背筋が伸びる気がして、なんかね、学校の先生の話聞いてる感覚になっちゃうのは僕だけでしょうか。すいません。そんなことはなく、すいません。いつもピンとしたんですけど、じゃあちょうど AI だったりとか技術の話もあったので、先ほど平野さんからも技術をどう活用していっているかみたいなところもあったと思いますので、できれば小室さん以外お三方は自社で
取り入れてすごくその生産性が改善したとか劇的に上がった、まあ、技術によってこういったものを導入したことによってこう変わったみたいなものだったりとか、まあ、もしくは仕組みでも場合によってなければいいんですけどいただいて、小室さんぜひ他社でも含めた事例でこれはぜひ皆さんいいですよみたいなことがあれば、具体的に持ち帰れるようなものがあるとなおいいかなと思うんですけど、その辺をじゃあまた逆にしましょうか。じゃあ田中さんからいきましょうか。はい、うちはクラウドの事業者なのにクラウドあんまり使ってなかったというのがですね実際にあって、 IT 企業って IT をあんまり使ってないケースって多いんですね。生産性低い会社が多い。で当社の場合シンプルにもうクラウド化したっていうのがありました。でクラウドが何でしょう、自社でサーバー用意できるのになんでクラウド使うんだって言われたんですけれども、うちのお客様はクラウド使うために弊社を使ってんだから弊社も他社のクラウド使わないと分かんないでしょうということで使いました。で最もですね私日本人のビジネスマンの生産性を低くしているのはメールだと思ってます。お疲れ様ですから始まる長いやつですね。でおまけに会社に行かないといけないとか VPN 貼らないとメールが見れないなんてことはしょっちゅうあるんですけれども、例えばアウトルックだとか、まあ、オフィス365だとか Gmail だとか使うとスマホでもできますし、先ほどおっしゃってた PC がないとっていうのもありましたけども、今時の若い人ってもう調べ物も全部スマホでやって、うんうん、唯一スマホでできないのは会社のツールなんですよね、うん、だから会社のツールまでスマホであるとかタブレットで対応してしまえばもう全てその中でできると、うん、でおまけに僕メールアドレスですね、実は自分のメールアドレスも使ってないんですね、うん、もうグループでやると例えばセールスだったら田中さんとか小室さんとか用意する必要なくて、うん、セールスアット桜なんとかってメールにしちゃってみんなで見る、うん、でそういうふうにして結局個に紐づくようなツールだとかあと何でしょう、場所に紐づくような IT 環境っていうのを全て全廃するということで、うんうん、随分と良くなりましたし、在宅がやりやすくなりましたね。ちなみにさっき岡島さんが言ってた働きたい人たちっているじゃないですか、うん、とはいえ働きたいっていう人たちに対するアプローチはぶっちゃけどんな感じですか。メッセージとしてよく出しててですね、うん、2つあるんですけども、自分が仕事以外で楽しそうにするのは積極的にですね、うん、社内のスラックに貼っていきますし、例えばダイビング趣味なんでしょっちゅうねダイビングしてて、僕のフェイスブック友達は僕ダイビングしかしてないんじゃないかと思ってらっしゃると思いますけどもあともう一つのメッセージがですね、プログラミングが好きなのは僕もそうだと、ただ会社の時間内はもう会社の時間内8時間で終わらせてしまって、その好きなパワーをオープンソースコミュニティだとかですね、例えば副業であったりパラレルキャリアだったりだとか他でやろうよと、だから楽しさを会社だけで使うのもったいないよと、で逆に他の仕事をしてもらうとやっぱりうちの会社いい会社ですねって言ってくれるケースがあったりとかですね、世の中結構大変ですから、あとは他で訓練することによって、でなんかうちは教育訓練費払ってないのによその仕事で勝手にレベルが上がって帰ってきてくれるという非常にメリットがあるので、とにかくプログラミングが好きなのそれでいいと、仕事したいのはそれでいいと、ただうちの会社で8時間にしてくれというメッセージを出してますね。ありがとうございます。山田さん。そうですね、我々もまあ IT 企業の分類に入る割にはその社内の RPA とか自慢できるようなことがあるのかちょっと、まあ、いろいろやれる範囲で現場間でのその工夫っていうのはやってるんですけれども、まあ、大きな意味で、まあ、今まだ これが実績ですっていうようなその効率化ないのかなと思って、まだ実験中だと思ってます。で、そのシステマティックな話ではなくて、もうちょっとアナログな話になっちゃうんですけれども、私個人が、6年前に出産をしまして、それまではもう同一化した経営陣の中でガーって24時間仕事しながら走ってきた中で、いきなり自分がそこからポーンってこう外れたんですよね。で自分以外の役員はみんなこう本当にいつ明日出張ねみたいなの普通の中で、まあ小さい子供抱えてできなくなったっていう中で、必要に駆られてリモートワークですとか、まあいろんな工夫をし始めたんですよね。でその時にすごく思ったのが、自分は経営者だからこれを自由度を持ってできるけど、会社の従業員の皆さんってやっぱり縛られてることが多くて、何時までに出勤しなきゃいけないとか、何時に全員の集会があるとかっていう、まあ、ある意味本当に必要なのかっていうものも、まあ、やっぱり規則としてあって、それが当たり前になっている中で、旗と目を覚ましたような状況で、うんうん、別会社を作って、もう完全にその本社とは違う、基準を持った、もっとこう、ライフワークバランスを、もう取りたい人をメインに取る。だけど仕事にはコミットしてくれる方たちに来ていただく会社も別で作っちゃって、そこでいろんな実験をしてから本社にその成功事例を持ち込めないかってことを考えて、3年前に IS パートナーズという会社を立ち上げました。で、これは
最初は流山からスタートしたんですけど、はい、流山って結構東京に勤務をしているファミリー家庭がすごい多いエリアなんですけれども、東京勤務してたけれども、やっぱりお子さんちっちゃかったりすると奥さんがどうしてもやっぱ苦しくなって、お仕事辞めて専業主婦になられて、もともとバリバリのビジネスウーマンだったのに、それがこう、まあ、パートのお仕事とかになっているみたいな課題をちょっと市の方から伺うことがあって、であれば会社がそういうところにどんどん出ていってサタライトオフィス作って優秀な女性に働いてもらえるリモートの環境をサタライトでつなげばいいじゃないかというふうに考えまして、でそうすると自分もそうだったんですけど、食事を近接であればいろんなことができるんですよね。子供が熱出したとか言ったらちょっと見に行くこともできますし、それこそ震災みたいな何かが起きた時にもすぐに駆けつけられる安心感もありますし、今朝5時から夜10時まで自由にワークタイム取っていいっていうふうにしてるんですけれども、それも、まあ、そこが外せないのは最初にも言った課題感なんですけど、とはいえかなり自由度を持って中抜けとかもいかようにもやってもらって とにかく8時間ワークしてくれればいいんだっていうことでやって、そうするとなんかその会社の中はみんな似た環境の人だから休みとかも取りやすくなるわけですよね。時間有給とかもバンバンみんな普通に使いますし、だからそれをなんか大きくなってきた組織の中のパートでやろうとすると難しいんですけど、別の会社でちょっと切り出してやってみたっていうのは一つの我々にとってのその、はい、事例です。ありがとうございます。じゃあ葵さん、今のテクノロジーの活用という面で言いますと、はい、我々もともとさっきちょっとご紹介あったありましたように月間の残業時間まあ3時間台ということですごく少ないので、どこにテクノロジー使ってるかというとですね、実はすごい労働集約的な仕事っていくつかあるんですね。例えば当社のクレジットカードのプロセッシングって言われている予診回収の業務ですとか、あるいはこう物流センターですね、自前で我々やってるんですけど、そういうところっていうのは結構アルバイトさん の力っていうのをすごく借りてたんですけども、ご存知の通り、まあさっきの人口ボーナスなんですけど、アルバイトさんが本当にもう取れなくなってきてますよね、物流とかそういうコールセンターとかで。今後も業務はまあ順調に伸びていくんですけど、今後ももう取れないと、もう取れないっていう前提でもうやらざるを得ないので、物流センターでしたら AI のロボットを使ったりとか、プロセシング、クレジットカードのプロセッシングでしたら RPA だとか、もうその辺はものすごい勢いで今やっています。なので、生産性、まあ、大きな意味では広い意味では生産性なんですが、もうそのアルバイトさんがもう取れないんだということを前提に、そこが一番使っていると思います。であとはですね、どうなんだろうな、テレワークに関しては今、まあ、PC を会社で何千台というふうに支給して、まあ、自宅でもできるようにというふうにやってるんですが、これも生産性という意味もあるんですけれども、やっぱりこう社員といろいろ話してみるとですね、やはりこうなんていうのかな、こう満員電車に乗ってきて、乗って帰るってこの時間と時間以上にストレスがものすごくもう嫌だと。だから朝もそのなんていうの、会社に来るのがもうそれだけで1日のエネルギーの 60% ぐらい使っちゃうみたいなですね、これってバカバカしいよねと。これがなんとかならないか、こう自分の好きな場所で、自宅でなくてもまあカフェでもいいし、なんか最寄りのサテライトオフィスでもいいし、なんか好きなところでやった方がなんていうのかな、こうまあ生産性も上がるけど、なんていうのかな、やっぱそういう働き方がしたいよねっていうのがものすごく強いということが分かってりましたんで、どちらかというとそこにどうやって答えていくかっていうことを優先して今進めています。一方なんかその辺があると組織 その方向性の統一感とか、みんなで同じ方向に向かってこう進んでいくところがなんか分散するとか、多様性を受け入れると逆に言うとそういったものが管理しにくくなるというか、マネジメントしづらくなるみたいな課題もあると思うんですけど、その辺はなんか丸井さんはどんなふうにこうやられてらっしゃるんですか。そうですね、私どもそういう企業文化とか、まあ理念それからビジョンに向けてっていうところのこう対話をとても重視してるんですけど、最初はやっぱ対話ってこうなんていうかこう場を共にして人と人でこうやってたんですけども、でも例えばプロジェクトなんかはそういう活動の代表例でやってるんですけど、プロジェクトもやっぱみんな忙しいのでやっぱなかなか集まれない。そうするとやっぱり
なんていうかスラックみたいなものを使いながら、はいはい、やっていて、であの、例えば月に一度集まるときはすごくこう濃密なコミュニケーションっていうのを、意識して、だから漫然とこう集まって、じゃあ今日何話そうかみたいなのっていうのは逆になくなっていくわけなんですね。ですので、こう僕は両立するんじゃないかなっていう感じがします。ありがとうございます。小室さん、じゃあお願いします。ありがとうございます。そうですね、あの、まあ、AI とかいろんなものを導入するっていうその事例もいろいろあるんですけれど、私意外とすべての企業さんに今後お勧めしたいなと思うのは、今時間や場所を柔軟に働けるのがすごい大事っていうのは共通点で出たと思うんですけれど、それをやるには日本のその、ビジネスパーソンに圧倒的に欠けているのが時間自立性なんですよね。時間を自分で自律的にデザインし、戦略的に一日を始める。で、場所は自由にしたいんだけど朝ちょっとぼーっとしちゃうみたいな人はやっぱり会社としてはリリースできないっていうところがあります。で、ここがあのこれ日本の教育とも非常にあの密接で、日本の教育って、時間割が完全に決められているものをこなしていくっていう先進国の中でまだ唯一そんな教育です。他国は自分の迎えたい、自分のアウトプットと自分の特性を照らし合わせたら、今日は算数国語みたいに自分でデザインをして、学びに行くっていうスタイルなので、もう小学校時代から自分の時間自立性をトレーニングしていくわけですよね。で、これ全くないまま社会ににゅってこうあのところてんで出された社会人に時間を自由にするとぼーっとするんですね、やっぱり。なので、意外にもすごくベーシックに重要なのは、これうちでのシステムで売れまくってるのが朝コムっていうサービスなんですけれど、朝15分から30分単位で自分の仕事内容を、ブレイクダウンして上司同僚に一斉に送るっていうあのサービス で、それを上司や同僚が見て、で、これどうして午後やるんだっけ、午前がいいなっていうふうに上司から優先順位の付け替えが来たりだとか、その時間一緒に作業しましょうって同僚からあの誘いがあったりだとかして、一日をこう効率的に、こう連携して仕事がこなせるっていうサービスなんですけれど、これ別にあの朝コムがなくたって誰でも本当はメールかなんかあればできるもので、こういうものをまず、まあ、権利と義務の関係でいうと、義務として時間自立性を高めないと時間や場所を自由にできないっていうのが現状の今の状況なので、まずそこからやっていくといいかなと思います。ただそんなにあのガチガチに管理するツールにする必要は全くなくて、朝コムで一番みんなが見てるのは自分の一日の時間の使い方の下に今日頑張るぞってみんなが書くコメントなんです。そこが一番みんな読んでいて、そこにレスをたくさんつけられるんですけれども、そこがあのおそらく関係の質の向上になってるんですね。ダニエル・キムさんが提唱している要するに生産性を上げようと思ったら最初は、関係の質から上げないと結果の質は上がりませんよという、このグッドサイクルを作らなきゃいけないっていうところの、このグッドサイクルが現状の日本の組織はバッドサイクルなので、結果の質を問う、そうすると関係性も悪くなるっていうバッドサイクルがぐるぐる回っちゃってるので、いかにその最初の時間自立性を上げていくかっていうところが、まあ、どの企業もできるかなと思います。でもう一つが、これスライドだとですね、11のところ出しておいていただければと思うんですが、最近やっと、具体的に変わる企業が出てきたんですが、住友生命さんの評価形態がですね、時間あたりの生産性をかなりシビアに入れる形に変わりました。で、働きたい人がいるからもっと働かせてあげたい理論っていうのがよく企業で起きるんですけれども、全員じゃないんですね、あの全員が、そうではないのですが、8割ぐらいの人はやっぱり長く働いたことで過去褒められた経験が条件反射的にあの長く働きたい自分を作っていくという、その人生まれた時から長く働きたいと思ってたわけではないんですよね。で、この条件付けをずっと日本がやってきた評価形態っていうのを一言で言うと期間あたり生産性なんです。月末とか年度末っていうある一定の期間でどれだけ山を積んだかっていう評価を問われてくると、月末までいかにエビ反り型にあの残業して積むかっていうことが勝利への道になるので、やっぱりみんな残業にはいい体験を持つんですよね。でもこの住友生命さんはどんなにトップ成績でも、ある一定の時間を超えたら、トップ成績はもうつかないっていう、時間あたり生産性を厳しく問うっていう、そういう評価形態に変えたんですね。ここの中で育つと、おそらく多くの人の成功体系はこんなに短い時間で成果を上げられたっていうことに喜びを感じるように育つんですね。なので今までそっちに育ててきちゃったので、インセンティブの付け方を変えていかないと生産性は上がらないっていうところは根本にあるだろうなと思います。ありがとうございます。あ、お待たせしました、鈴木さん。はい、すいません。
あのコントリビューターという形で、あの議員代表で来ていただいてまして、まあ、今までの討議を聞いて、あの、まあ、言いたいことだったり、逆にはちょっと、ね、この辺は聞きたいなみたいなところだったりとか、はい、あの一言でも全然いいですし、なんで、はい、ありがとうございます。働き方改革本当に大事だと思ってまして、でこれ何で重要なのかっていうと、やっぱりその組織の中で多様性を担保することによって、その事業あるいはサービスのこう幅が広がっていくっていうことだったりとか、あとはやっぱりこう今日皆さんここに来てすごい刺激を受けていると思うんです。この時間仕事をしているのかっていうと、皆さん仕事をしている意識はないと思うんですけども、あのそういうこう仕事以外の時間をしっかりと持つことによってクリエイティビティも上がっていくっていうものも あるんだと思うんです。ただこれ僕は定性的な意見を言ってるだけで、実際じゃ あのクリエイティビティとか多様性とかそういう観点でこういういいことあったよみたいなことは僕からは語れないので、ぜひそのあたり今日のパネリストの皆さん、もしくはフロアの皆さんでこういう経験したよっていうのがあったら共有していただけたらいいのかなと思いました。ありがとうございます。ということで、ちょうど残り17分ぐらいありますので、まあ、ぶっちゃけた、困ってる質問でもいいですし、この辺どういうふうに考えればいいですかとかでもいいですし、どんどんいろいろいただければなと思いますので、ぜひご質問とプラス、まあ、誰にいいでもいいですし、全員にいいでもいいので、いろいろと、汚くご質問いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。では、何かございますでしょうか。何でも構いませんけれども、じゃあ、一回質問を受けてから、いきますね。はい、じゃあどうぞ。クロービスの林と申します。今日も大変素晴らしいお話ありがとうございます。生産性を上げるということはもう大賛成であり、これ自体はどんなお仕事をされている社員の方も共通なので、そこは完全にアグリーなんですが、一つの難しい点として時間と場所のフレキシビリティの話があります。これはですね、オフィスワーカーの方はリモートワークもおそらく可能でしょうし、フレックスでお仕事することも可能だと思いますが、例えば店舗であるとか、なんかその場所に必ず行かなければいけないとか、あるいは顧客対応のために何時から何時は必ずそこにいなければいけないとか、よく時間とそれから場所のフレキシビリティが効かない社員の方もたくさんおられますよね。でそういう方がいろんなパターンの方がおられる会社において、例えばオフィスワーカーの方には非常にフレキシビリティを OK にして、でもそうするとそれができない職種のお仕事の方はそれをどう思われるかとかですね、そのあたりをどう上手にマネージされていらっしゃるか、ぜひお伺いしたいと思います。ありがとうございます。じゃあそのまま島さんどうぞ。ありがとうございます。ビズテックス島田です。私たちの会社 RPA を提供しておりまして、それこそまあ、いろんな企業様の中でこう提案していると、なんて言うんでしょう、私の仕事を奪う、 IT の導入によって私の仕事を奪うんじゃないかとかっていう反対勢力が、例えば IT の推進によって起こったことがあるのか、もしくは起こったらどのようにこう沈めたり、もしくはこう推奨したりして、社内の中に浸透させているか、もしそのような例があればですね、お聞かせいただければと思います。はい、ありがとうございます。どうぞ。さっき小室さんがおっしゃった時間自立性というのに非常に共感しまして、社員の時間自立性がないと自由にしようと思ってもなかなか実現できないというのをおっしゃる通りだなと思ったんですね。そこで各社で時間自立性を育てるために、もしくは、伸ばすために何かやってらっしゃることを意識してらっしゃることがあるか、もしくは何かやってらっしゃるいい事例があるかというのをぜひ伺いたいなと思います。はい、ありがとうございます。あと田中さん、さっきのちょっと いただいた質問あったじゃないですか、あれのなんか意図と背景もせっかくなんで、はい、すみません、お答えしてなかったんで、はい。僕は今ビアボーナスっていうのをやっているんですね。大体議論になるのが、要は働き方改革法案が成立しますと、そうすると、残業代を減らさなきゃねって言って、一律皆さんめちゃめちゃ残業代減ったんですよね。でそうすると、今度どうやって上げるのだろうかっていう話が、今度なんか前戻ってきていて、どうやってるのかなって話と、あとその、給与の、全体的なこうコントロールっていうのを、なんかと働き方改革でなんか 一律で残業でどんどん減らそうみたいなやつ、なんかちょっと違うんじゃねえかなって気もしていて、そこら辺をすみません聞きたかったんですけど、ふっと頭を混乱しました。ありがとうございます。じゃあ青井さんからちょっと好きなところ、答えたいものをぜひ答えていただければ。はい、あの
先ほど、まあ、働く時間と場所っていうで時間も大事だけど場所も大事ですよねっていうお話で、ただ、まあ、店舗のようにその場にいないと仕事にならないとこどうするんですかっていうことなんですが、これ私どもは、まあ、店舗が結構職場中心の職場で半分以上がまあ店舗で働いてるんですけど、実は残業少ないの店舗の方なんですね。店舗はもう月間1時間ぐらいしか残業がなくて、でオフィスの方が結構残業がありましてですね、ちょっと格差があります。じゃあ店舗なぜないのかっていうとですね、結構こうものすごく細きめ細かく、30分とか20分単位ぐらいで、一番多いところはどうなんでしょうね、50以上ぐらいの勤務シフトを店長がこうマネージしてもらってることで、全体の時間というのはこう抑えられています。なので、うん、その辺のこうなんていうんでしょうかね、こうマネージャー店長とかのこう、うん、仕組みなんていうか運用能力っていうのが結構大事かなと思っています。であとは何でしょうか、そうですね、それだけでいいです僕は。あとせっかくなので時間自立性の育て方は多分皆さん統一してこう多分いろいろ社内で言ってることとかあるんじゃないかなと思うんですけど、何かありますか、その多分時間の自立性。うん、そうですね、時間自立性っていうか、僕はそもそもこうやっぱり なんで残業無駄な残業を減らした方がいいかっていうのは、やっぱり自分の労働力を時間で提供することが仕事じゃなくて、やっぱこれから、うん、そうですね、まあ、そういう時代ってさっきのご説明のように昭和の時代ってあったと思うんですけど、これからってやっぱりその伸びていく前提でいかに効率的にやるかっていうことよりも、あまり伸びていかない中でどうやってこう新しい世界を作っていくかとか、その中でライフスタイルを例えばサステナブルなライフスタイルにどうやってこう変えていくかみたいなことがとても大事な時代で、それがこう仕事の成果っていうかとして求められると思うんですね。でそういう時ってやっぱりその創造性のある仕事がとても大事になってくるので、まずそのじゃあこれまで小室さんさっきおっしゃったようにこう時間で働くことに慣れてきた私たちがもう小学校からずっとそうなんですね、教育も含めて。どうやってその時間じゃなくて創造性を高めてこうイノベーションを起こしていく仕事に変わっていくのかっていう時に、まず時間で仕事するんじゃないんだよっていうことをこう田中さんおっしゃったようにフードカルチャーとしてこう共有するっていうことがなんかすごく大事なんじゃないかなというふうに思っていまして、まあその辺の活動をやっています。ありがとうございます。じゃあ小室さん。いろいろ答えたいやつがあったけどどれにしようかな。じゃあ田中さんの、給与に関する話でここ結構重要で、残業代が浮きますね。で浮いたこのお金をどうするかはこの国の今後にとってめちゃくちゃ重要な話でして、残業代が浮いたから経営者が召し上げちゃうっていう仕組みにすると、これは経済の縮小になっていくんですよね。で、三菱地所プロパティマネジメントさんがすごかったのはですね、浮いた1億8600万円を全額社員に還元したんです。でその還元の仕方っていうのが、各チームでそのチームで有給を 80% 以上消化できて残業時間が平均20時間を下回ったら1人当たり6万円ずつ返しますってやったんですね。でこれどういうことかというと、 それだけの有給が取れて残業時間を下回らせるためにはチーム内で相当協力しなきゃいけないので、自分だけ早く帰るっていうんじゃダメなんですよね。だからマニュアル化したりだとか、お互いの生産性を高めるための行動をチームメンバーみんなが取ったようなチームはそれが還元されてくるっていう、このやり方をすることによって単に残業代を浮かせるだけじゃなくて、それを還元し、還元の仕方によって生産性を高めるインセンティブを働かせているということです。で、この結果で私がクリエイティビティにつながってすごいなと思ったのが、私たちがコンサル入った時一番反抗したのが営業部さんだったんですけれど、俺たちはその、夜市朝掛けでいろんなところのテナントを獲得しに行って、それでこの大手町全体のテナントを埋めてんだみたいな気持ちをお持ちの営業の皆さんにとって私たちは敵みたいな存在だったんですけれど、最終的にはですね、その方向性にぐっとこう変わってきた時に営業部が一番変化しまして、そのビルを一つ建てた時にビルのフロアの真ん中に子連れで出勤できるコトフィスっていうスペースを作るっていうのを彼らの発想で出てきたんです。今後テナントに入ってもらおうと思ったら、それぞれの企業の課題は子連れ出勤する人なんかが増えてくるんじゃないか、そしたら子供がいても周りに迷惑かけずに仕事ができるスペースを作ると、その企業は、
企業としての福祉を PR ができて人材獲得にプラスになるから喜ばれるんじゃないかと、こういう発想が彼らの働き方を多分変えたから、自分も家族と関わる時間ができて、それまでずっと会社だけにいた人たちが家族と関わる時間ができて顧客のことを想像できるようになって、それが商品力につながったっていうですね。でこのコトフィスがあることによって、かつてのテナント料より金額は上げたんですけれど全焼埋まったんですよね。でこういうその今自分たちが売ってるのは面積かけるいくらで、大手町の土地を売る仕事ではなくて、顧客のテナントにどうしたら付加価値をつけられるかっていうのが自分たちの仕事なんだっていうふうに発想そのものが変わった。ここまでいかないと働き方改革の本質にならないなというので、まあ、さっきちょっと鈴木さんがおっしゃってたクリエイティビティにつながる事例みたいなところと、まあ、給料をね、その田中さんがおっしゃってた、どういう上げ方に変えていくのかみたいなことが今後肝になるのかなっていうところに触れました、はい、ありがとうございます。田中さん、はい、ありがとうございます。まず自分の仕事を奪うという反対戦力の話ですけれども、私自身1ヶ月休んだ話で先ほど不安になった話をしました。なので自分がここにいていいという安心感というののために労働時間を対価として出しているところがあるんですけども、それ以外の手段で例えば、あなたがいないと困るんだということをワンオンワンでチャット伝えていったりだとか、とにかく安心できれば家に帰れるっていうところ実はあるんで、そこを非常に最近は重視しています。あと残業が減ると困るって話に関しては、実は当社平均残業時間6時間ですけども、月20時間は最低全員に払ってます。で20時間以上やるとそれ以上増えてくるんで、平均すると14時間みんな残業代をしてないけどもらってる状態になってるんですね。なのである、程度これぐらいが理想だと、これを超えたら異常だよねっていうところにもう全員固定残業を渡すという手法は残業時間を減らすために非常に効果的でですね、減らせば減らすほど自分の時給が上がっていくわけなので、で最近労働時間を短くしたいんで8時間を 7.5 時間にしたかったんですけれども、そうなると30分労働なんでしょう、残業する人増えるだけなんで、基本的に8時間という定時はあるんだけれども、仕事終われば30分早帰りできるという制度にしました。なので早く帰れば帰るほどいかに単価が上がっていくかというところがポイントかなと思ってます。で時間自立性の話でいうと、うち全然できてなくてですね、逆にそれをやらなきゃいけないなと、ある程度優しくこうした方がいいよってティーチング的な手法で早く帰るような雰囲気作りしてきましたけれども、それだと自立しないんですね。なので自立してる社員もたくさんいますけれども、やっぱりそれが成果に表れていないというところはがある部署っていうのはですね、どうしても上からコントロールされてますから、時間自立性ちょっと頑張ってやりたいと思います。であと最後に一言だけお話ししたかったのは、やっぱり女性とか男性とかって働き方の中だとよく出てくるんですけれども、ジェンダーみたいなことですね。で多くの社員がさくらでは女性だからって不利に扱われたことないって、それ以外の意見で聞いたことないですけども、ただ僕自身を振り返ってみると、やっぱり5歳の子供がいる男性と女性がいたときに、男性は平気で出張行ってって言えるんですけども、女性に対してはやっぱり言いにくいっていうのがあって、これがバイアスだと思っています。でバイアスによって結果として女性が不利な面があると、で早く帰る人が男性女性関わらず不利になる可能性っていうのは未だに世の中にたくさん残ってると思うんですね。いわゆるバイアスの改善、今は分かりやすいんで女性の話をしましたけども、早く帰る人とか在宅が多い人とかいろんなマイノリティがバイアスによって不利にならないように、そこが非常に重要だと思いまして、それ自身はバイアステストを役員でやったりとかいうのをしています。自分たち自身がバイアスがあることに気づく、これが働き方の中ですごく重要かなと感じているところです。はい、ありがとうございます。はい、皆さんいろいろお答えになったので、ちょっと複合的にというか思うことをお伝えしたいんですけれども、やっぱりこう時間自立性を高めていく最大のキーって、その義務からの解放というか、どうその時間を搾取されているような感覚ではなくて、やっぱりプライドを持って自分の業務にプロフェッショナリティを感じて、その創意工夫をしてもらえるようなそのマインドシェアっていうんですかね、を高めていけるかに尽きるんだろうなというふうに思っています。で、そんな綺麗事ばかりじゃないですけれども、今我々として始めているのは、マンスリーチェックインっていう形で、毎月上長とその部下のその、たわいのないもうコーヒーブレイクみたいな時間の面談を入れるっていうのを始めました。でこれ結構負荷が高いと思うんですけれども、マネジメントのメンバー結構な負荷だと思うんですけれども、単にその自分が掲げている目標に対してのどうだっていう進捗確認の面談ではなくて、
その方のそのライフスタイルにおける変化とか、今考えていることとか不安とか、そういったものをもっと日常的にコミュニケーションをして、まあ、今日朝からずっと出ている対話をよりそのもっと濃密にしていけないかっていうチャレンジを始めていまして、まあ、そういう形で一歩一歩地道ですけれども、会社とその皆さんとのその関係性を深めていくっていうことが、まあ、何よりのベースになるのかなっていうふうのは考えてます。で、最初田中さんがその給与を下げるっておっしゃった話の時に、私パッと浮かんだのは、あの今の話も関わるんですけど、やっぱり何て言うんでしょう、期待値をずらさないっていうか、その会社と従業員の皆さんの中での過度な期待値のずれがすごく不満になって、結果その出てしまわれたり、こう不満を持ちながらお仕事されるってことになるのかなと思っていて、それはなんかある意味すごく対話をしてしっかりコミュニケーションしたい部分と、ある意味ちゃんとシビアにお互いに見つめなきゃいけない部分っていうのはあるなと思っていまして、今あの我々としては全職種にジョブディスクリプションを明確化しようということを始めました。これはあの採用を強化するっていう一環で始めたんですけども、このジョブにはどういうスキルが必要で、どのぐらいのその貨幣価値があってみたいなのを一応全職種を置いてみようよっていうようなことを始めまして、そこにハマるハマらないってその人のスキルの度合いじゃなくて会社のフェーズによったりするじゃないですか。だから今までこの金額でやっていただかなきゃいけなかったことが、もしジョブがスライドした時に本当にそのままの対価でいいのかっていうのは、やっぱりそれは違う部分も出てくると思うんですよね。それはお互いにやっぱりシビアに見つめていかなきゃいけなくて、でもそうなった時に単に会社が長時間労働で縛りつけてたらその人の可能性を奪っちゃうだけなので、だから副業みたいな、もっと個々にリスクヘッジをしたり、いろんな将来設計を別にもいろいろな形で考えられることがあって、その人のスキルがまた別で生きて、かといって会社を辞めるって選択肢じゃなくて、ここの部分では力を発揮していただくみたいな、もっとそれこそやっぱり自立性なのかなと思うんですけれども、そういうことを多分日本においてもやっていかなきゃいけないんだろうなっていうのを、あの全然もうまだあの全然きれいごと言えないんですけれども感じております。思いのほか皆さん熱く語っていただいて、1回としかできませんでしたけれどもはい、ということで、あのすいません、ちょうど時間が終わりになりましたので、以上で終わりとさせていただきます。あの皆様非常に固いテーマにもかかわらず、あのいろいろご質問いただいて、あのせっかくなんで、あのぜひあの登壇方々後でご挨拶どうぞもいただいて、まあ、ぶっちゃけこの辺困ってるんだよねみたいなところもあると思いますので、いろいろあの 深掘りしていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。では今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。